書いておりますが、まあ、あくまで博士個人の意見でありまして、二次三次の上さんにまあ聞いたとかそういうわけではなく、かつまあこれが正解ってわけではもちろんないです。で、今一番伝えたいことっていうか、絶対に忘れがちかもしれないとっても当たり前なことなんですけど、これですね。いや、これまずネタだと思うじゃん。これが私は多分全てだと思っていて、めちゃくちゃこう厳重なその基準を持ってやってるのかもしれないけど、それでもファーストインプレッションみたいなものがいい人の方が絶対に受かりやすいしみたいな、これをね、あの念頭に置くとめちゃくちゃいい、逆の立場になって考えてみようっていうのがめっちゃ大事です。頑張った経験のパターン1、この見てる人から言わせてもらうと、頑張った経験どれってなる。何が伝えたいのか分かんないし、どこがアピールポイントなのか分かんないみたいな。あ、でもこれちなみに実話です。私のこれをその書き方で文の構成を変えてみたらこんな感じですね。私が頑張った経験は中学の部活動で、同級生が全員辞めても一人で卒業までやりきったことです。結論から書くのがめちゃめちゃ大事。なんか全然さ、あの印象が変わってくるやん。でもさ、そんなさ難しい単語とか使ってるわけじゃなくてさ、分かりやすく情報量が多く、まあ、印象付けもやってみたいな。ここで、まあ、意識したこの文の構成が、結論、経緯、自分の考えた目標、それに対して何をしたか、工夫の仕方で実を結んだこと、またはもう一度結論。全然その経験とか才能とかなくても大丈夫だよって言ってるのは、成し遂げたことを聞きたいんじゃなくて、それに対して何をしたかっていうのが多分ほとんど聞きたいことなんですよね。これだったら、そのために自分から積極的に声をかけに行く、いつでも頼りにしてもらえるように事前練習を念入りにするとか、そういうなんか自分で考えた発想みたいなのが大事になってくる。私的にこれを書いてて、まあ、気をつけたことは、まあ、他人を落とす言い方は基本的に避ける。先輩が厳しいっていう書き方だと先輩が悪くなっちゃったり、活動がとても厳しくてみたいな感じで丸く収める、あと、あの具体的なスケールを入れる。だから、まあ、私が書いたのは、まあ、県大会。ちょっとでも見栄を張る意識はめっちゃ大事。自分の長所アピールとそごがないような話にする。で、県以外全文アピールポイントだと、まあ、思い込む。だからもうなんか一文一文なんか絶対にいい印象つけるまんみたいな、なんかそこの貪欲さはめちゃめちゃ大事。まあ、全ての一次審査書類に言えること、とにかく分かりやすく読みやすく、もうこれが一番大事。人間が読むからね。さっきみたいに結論を先に書いたら、え、そうなんだってなんていうの、興味を引くことができるというか、やっぱ結論から書くのはめちゃくちゃ大事。次出すか、これですね。あの実際私も二次三次オーディションの長所に関しては全く同じこの書き方をしました。まあ実際にあったエピソードとか、まあ、言われた経験であったりとか最低限書いて、それを活動に、まあ、どう生かしたいかみたいなのを書けたら、まあ、5000点。嘘はつかない方がいいです。持ってもいいけど嘘はついちゃダメ。ちなみに私はホスピタリティ精神と真似できそうでできない声って書いた。で、ホスピタリティ精神においては、まあ、配信で必要そうだと思った。二次三次オーディションって動画付きなの知ってますか。だけどあれって超来てるから、あの見られないことってあるんですよ。いや、私みたいな経験のない人間の動画を再生してもらおうと思ったら、どうしてもうわ何その真似できそうでできない声気になるって1秒でも思って1秒でも再生してほしかったから書きましたっていう下心。なんかそこの貪欲さを見てほしかった。理由であったり自己 PR、 まあなんなら書き文字なんでもいい、下手くそでもいいから丁寧に書いたんだなっていうのがちゃんと分かるようにした方がいい。まあ、全てにおいて丁寧に越したことはない。これはもう本当に肝に銘じておいた方がいいと思います。まあ、頑張ったことがない、長所が分からんって人は、あの周りで友達に過去言われたこと、お母さんとか先生に言われたこととか、あの言われたことをマジで思い返してみてほしい。自分がどういう人間かって、基本的に自分を客観的に見ることってとっても難しいから、自分のいいところ悪いところって自分
に問いかけたって分かんないから、やっぱり人に聞くのはすごい大事です。うん、まとめ、分かりやすく目的を持って書く、面接したい、会いたいって思ってもらえるような心理誘導までできたら神、その理由付けが多ければ多いほどがいい、面接官は人間なので。以上です。自分がこう17年間生きてきて、自分と17年間向き合ってきたはずだけど、それでも私はここの二次産地に入ってからの1年2年の方が自分のことをずっと知る機会になった。そうだから人から聞くっていうのはすごく大事、うん、です。